熊本県熊本市で公共交通事業を行う熊本市の地方公営企業の一つで市電、路面電車の運営を行っている。局長者は熊本市中央区大江5丁目に所在。かつて路線バス、市営バスも運営していたが2015年、平成27年3月31日で廃止された。熊本市内の交通機関としては 明治末期より大日本軌道が運行されていたが、蒸気軌道のため評判は良くなかった。市民から電車の要望が出てくるようになり、市当局では1917年、大正6年に電車規制会を結成し、翌年には当時すでに電車が運行されている福岡、長崎、久留米、鹿児島の各都市へ視察団を派遣した。こうした結果を踏まえ、 熊本市では大日本軌道と電車化についての交渉をすることとなった。大日本軌道側も電車化を受け入れたが、結局実現は見ることはなかった。そこで熊本市では審議の結果、電気会社の熊本電機に対し、軌道事業の経営を提案することになった。交渉の結果、熊本電機も条件付きで受け入れることになり、1920年、 大正9年仮契約を結ぶことになった。しかしこの年の不況により計画は中断してしまう。その後熊本電機は新会社を設立し、軌道事業を経営するという提案をした。熊本市もこれを了承し、1921年、大正10年11月に、軌道不設特許状が下付されるのを待って、熊本電車株式会社が設立された。 ところがこの頃から市民の間からは電車支援の要望が出されるようになる。1922年、大正11年には新市長が誕生したことにより、支援課の方針となり、軌道特許不設権は熊本市へ譲渡されることとなった。熊本市では第一期工事として幹線と水前寺線を選定した。その建設費は、記載によることとして、 1923年、大正12年3月に許可を得た。そして5月から用地買収に取り掛かった。幹線は、熊本駅前を起点とする市の中心部を貫通する道路であるが、道幅は狭く、福音を10件、内市12件に拡張することになった。幸い家屋移転は順調に進み、10月には非公式を挙げ、1924年、 大正13年8月1日に開通した。第2期工事、春竹線、上熊本線、黒上線、小貝橋線については、1926年、大正15年6月16日に、市議会において可決され、工事施行及び記載発行の申請が1927年、昭和2年4月及び7月にかとなったため、1928年、昭和3年より、 用地買収、工事にかかり1928年、昭和3年12月に、黒上線が開通し、1929年、昭和4年6月に春岳線、唐島町から春岳駅前間及び上熊本線、唐島町谷山町間が開通した。上、熊本線谷山町大乗熊本駅前間は、藤崎台にある陸軍連平場の堀のみや、一里川の改修工事、 高知整理事業の関係で着工が遅れていた。市では1935年昭和10年3月の熊本大博覧会の開催までには開通するべく昼夜工事を完工し、博覧会開催の前日の1935年昭和10年3月24日に開通することができた。熊本市内には熊本市のほか、熊本電気軌道が運営する路面電車路線もあったが、 1945年に、熊本市は、熊本電気軌道を買収した。路線数は5本、運転系統は2系統ある。千葉橋新町間のみが、専用軌道であり、他は、全路線併用軌道となっている。また、熊本駅前から田崎橋にかけては、サイドリザベーション化されている。期間は、全線 1435mm、標準機。 廃止路線も 1067mm の百貫線、以外同じ。田崎橋電停付近と県群町電停の乗車ホーム部分を除く、ほぼ全線が複線で、電化方式は直流 600V、車庫は上熊本にあるが、以前車庫があった、大江の交通局横にも留置線が少し残されている。A 系統、B 系統それぞれ全線通しての運転が主だが、熊本駅発着や、 交通局前発着の便もある。ただし、交通局前発便の内県群町方面に向かう便は、応援車庫からの出庫時に乗車取り扱いができなため、交通局前発ではなく次の味噌天神前発となる。その他、便数は少ないが、県群交番前発、神髄市民病院前、発着、唐島町発着なども設定されている。ただし、 これらの停留場などで途中折り返しが可能な、停留場が終点となる便は、A 系統、B 系統に関わらず、輪で運行される。ラインカラーは黄色。あくまでも、増発による、臨時ではなく、途中で終点となることを意味している、A 系統の熊本駅前止め、日本岐口止めは除く。JR 線とは、熊本駅で、九州新幹線、鹿児島本線、上、 熊本駅で、鹿児島本線、新水前寺駅で、豊肥本線と乗り換えが可能。上、熊本駅では、熊本電気鉄道とも乗り換え可能。2011年3月1日に、運転系統名や電停名などの解消など、以下の変更が実施された。2016年11月より2017年3月まで、熊本市出身のモノマネ芸人、コロッケによる、停留場案内。 一部の停留場のみを行っていた。なお、5系統廃止段階では、6系統は、谷山町、唐島町から、南熊本駅前の路線であった。その後、上、熊本駅前まで延伸された後、唐島町から、南熊本駅前となり、最後は5系統と同じ路線となった。熊本市は、以下の区間の特許も保有していたが、1937年に、 執行している。他、無機乗電車、トロリーバスによる路線も計画していたが、こちらも実現されていない、昭和初期に構想、水害などで断念した。熊本収入局では2002年1月に、地電網拡大についての路線10案を発表した。この中には、熊本港や熊本空港方面への延伸、熊本電鉄との接続が含まれていた。 また2015年1月1日付の熊本日日新聞では、市電延伸検討を公約に掲げる大西和文の熊本市長就任を機に、田崎橋から西と県群町から東方面の延伸について調査を再開することが発表されたと報道されている。また2016年9月11日の熊本日日新聞で2つの方面の延伸が 優先して整備されることが報じられている。2004年1月の熊本日日新聞において、熊本市が策定中のゴーツ観光活性化計画の一環として、資源の延伸を検討していると報じられた。この計画は2002年の路線10案には、含まれていない。総事業費は、約10億円。報道によれば、2007年度の着工、2008年度中の、 開業を考えているなど、最も実現性の高い計画であった。概要は以下のようなものである。続いて、同年9月には、路線10案の中にある県軍町から東部への、延伸と自衛隊方面の新設の2案が追加された。こちらの事業費は60億から70億円と、見込まれたが、私有地が少ないため、道路拡幅による用地取得が鍵となっている。 しかし、正口公園方面の延伸については、同年度の予算によって調査をした結果、採算性が見込めないことと、湖の水質に悪影響を与える可能性があることから、12月に計画の中止を発表した。しかし、益城方面への延伸については、調査が開始された。一方、熊本電気鉄道は2004年7月に、 富士崎宮前駅と市電の接続計画を発表した。電鉄全線を市電に合わせて、改め期した上で、LRT か国道3号のバスレーンに軌道を付設して市電に、接続、熊本駅方面へ直通させるもの。総事業費は100億円以上と見込まれ、電鉄では負担しきれないことから、公的支援を要請した。また、受け入れられない場合は2008年3月に、 鉄道事業を廃止するとて、自治体則を強く牽制していた。電鉄は2005年10月に計画を市に譲り渡し、その後熊本市は、熊本県と甲市と共同で、電鉄案、電鉄から熊本市に譲渡したの他にも、市電を藤崎宮前まで延長して、電鉄と同一ホームの理解を、うという形も含めて検討することとし、委員会を設けて、 事業計画の策定を行うことを2007年3月に決定した。これを受けて、熊本電鉄側では廃止案を撤回している。しかし、交通渋滞を引き起こす可能性があることや、採算性の問題などで、計画は一時凍結となった。その後、熊本県、熊本市、甲子市は電鉄案のほか 市電の藤崎宮前までの延長と、同一ホームの理解という形も含め、都心結節計画検討委員会を設けて、事業計画の策定を行い、2008年3月、鉄道を廃止して線路時期をバス専用道に転用し、連接バスやガイドウェイバスを走らせる新バスシステム導入を軸に、検討を進める方針を決めた。その後、同年6月に、熊本電気鉄道が7カ年での、 経営再建計画を発表し、LRT、超低小電車などの新規投資ができる環境にないことから、8月に検討委員会は計画検討の凍結を決定した。熊本市は2016年9月9日までに、資源の延伸を検討しているいくつかの計画船の、内自衛隊、県軍駐屯地ルート、県軍町電停から、 東区東町の第二空港線までの 1.5km と南熊本ルート、唐島町電停から JR 南熊本駅までの 1.7km、旧春竹線のどちらかを優先的に整備する方針を固めた。2016年10月から詳細検討に入る2017年度には自衛隊ルートか南熊ルートに絞り込むとした。そして、 2017年6月16日、熊本市が自衛隊ルートを優先して整備する方針であることが報じられた。今後、地元住民にアンケートを行い、限定数などを決めていく方針。2018年12月、熊本市は自衛隊ルートの整備方針について、仮に2019年中に設計に取り掛かった場合、2022年に着工。 2026年の開業というスケジュールを発表したと報じられた。また、報道出たルートについても計画はなくなったわけではなく、あくまで自衛隊ルートから進めるということに言っているとも報じられている。熊本市電の停留場における1日平均乗車人員数のトップ5の停留場は以下の通りである。2015年度。 合計四十五両、市電全線大人百七十円、子供九十円の均一運賃、二千十六年二月一日、改定。二千七年十月十二日より、それまでの距離性運賃、改定前日時点では百三十円から二百円まで、から、利用者増加策の一環としてわかりやすい、運賃体系の統一や長距離利用者に対する、値下げ、整理券の廃止による、 経費削減を狙って、均一性運賃に改められた。これに伴い、整理券が廃止されたため、乗車口に設置されていた、整理券発行機と通熊カードの乗車位置記録用のカードライター撤去された。唐島町停留場で、熊本駅側の A 系統と上熊本側の B 系統とを乗り換える際は、乗り換え券が発行される。運転士がボールペンで書き込むもので、 放射時から20分以内に乗り継ぐ必要がある。ただし、大人用 IC カードで大人1名が乗車する場合は、乗り換え券を発行しない。乗り換え後の電車で同じ IC カードを利用すれば運賃は差し引かれない。また、にもか利用の場合は、どの電停で下車しても60分以内に次の電車に乗り継げば20円引きとなる。にもか以外の IC カードでは適用されない。常のように、 運賃金一日により、整理券は廃止されたが、IC カードを利用する場合は、乗車時に乗車口の IC カードリーダーにタッチするようになっている。他に、九州旅客鉄道が発行する、旅名人の九州満喫切,切符が全線で利用できる。熊本県内のバス事業者5社は2015年4月1日に IC カード、熊本地域振興 IC カード、 熊本の IC カードを導入したが、市電でも同年8月7日より利用可能になった。熊本市電は2014年現在5路線に系統が存続しているが、かつては全線を廃止する計画があった。熊本市電は1960年代頃から、他との路面電車と同じく採算悪化に悩まされ、5路線に系統を残して廃止された。 さらに残る5路線に系統についても1980年前後をメイに廃止し、代替としてモノレールを建設する構想もあったが、市民から存続を求める声が上がったことや、オイルショックによる車社会依存の見直し等により、熊本市議会により存続が決議された。広告電車は昭和30年代の小型広告、また昭和40年代には、 全面広告を取り付けた車両が走り出した。登場した背景には赤字に悩む熊本市電の経営安定化がある。1988年9月7日、熊本県は観光都市、熊本のイメージアップのため屋外広告物条例とその施行規則を改正し、交通局は1989年4月1日から外部の全面広告及び小型広告を自主的に、 全敗した。しかし、広告廃止から10年ほどが経過した、交通局の経営状態は、決して良くはなく、独立採算性や、経営安定化という点からも、資源の車体広告を復活するべきであるとして、1999年4月1日から、広告電車が復活した。広告は、かつての小型広告ではなく、ラッピングによるフル広告となり、 民間企業の広告では8500型8503号の藤ヶミルギーを皮切りに、現在も約20両ほどが広告車両となっている。熊本市電においては、昭和40年代の自動両替機がない時代以前は、運転士と車掌役の男性2名運行であった。その後、自動両替機や整理券発行機の導入でワンマン運行体制となったが、 車掌のいた位置に整理券発行機が設置された。再度の定額化により撤去、朝廷省連接者である9700型の導入に当たり、男性もしくは女性車掌がトラムガイドとして採用され、後部ドア側の業務及び車内案内などを行っている。熊本市内各地に路線を持つ路線バスのみの運営を基本としていたが、熊本競輪場への無料バスを運行しているため、 貸切免許も保有していた。また、過去には、熊本市に合併以前の旧北部町や、かすめる程度だが、旧富合町にも運行していた。1927年、昭和2年に運行を開始し、最盛期の1969年、昭和44年には34路線で、約3906万人の輸送人員に達した。しかし、二千三年、 平成15年には29路線で約1536万人に落ち込んだ上、同年に九州産業交通、現九州産業交通ホールディングスが産業再生機構の支援を受けたことから民間のバス事業者各社の慢性的な赤字解消を兼ねて事業の集約を進めることになった。それを受けて二千四年平成十六年から二千八年、 平成20年に民間のバス事業者3社に路線の移管を進めた。その後、2009年、平成21年以降は民間3社が共同出資して設立した熊本都市バス株式会社への移管を進め、2015年、平成27年4月1日付の最後の路線を含めて23路線が移管されることにな。2015年、 平成27年3月31日で最後の1路線の運行を終了するとともに、道路線を運営していたコミネ営業所の営業も終えることになり、88年間走った熊本市営バスの幕を下ろした。なお、バス事業に従事する職員は多部門に転廃している。熊本市営バスの路線では、3区パスが当初は利用できなかったものの2006年10月1日から、 利用できるようになった。また、同日から、熊本城周遊バスの運行が、九州三考バスへ移管された。さらに11年10月1日から、熊本都市バスに再移管。メーカーは、国内大型4メーカー全車を使用している。1995年までは、西日本車体工業製車体を仮装した車両を、中心に導入していたが、その後は、 車両のワンステップノンステップ化により、純正車体での購入の割合が増えた。日産ディーゼル、当時、ゲン、ドトラックスのノンステップバスのみ、西日本車体工業製の車体を仮装した車両を一部導入している。受給の関係から、近年の新車は中型車の導入が多かったこともあり、中型ロング車の導入は、比較的遅めであった。また、 ノンステップバスの購入開始と同時に並行して、都営バスから中古車を購入したを皮切りに、その後全国各社から中古車を購入し、特に大型車の代替としていた。熊本都市バスへの移管を控えた2008年度以降は、新車の導入がなくなった。1994年に、車椅子乗降用リフト付きバスを1台、翌1995年に、 大型ワンステップバスを1台導入した後、1997年10月からノンステップバスを導入している。九州では大分バスに次2番目のノンステップバス導入事業者となっている。塗装は2ステップ車、リフト付きバスを含むは緑色と白色のツートンカラー。ノンステップバスは黄緑色、白色、大色の3色で、 全面創価に赤帯を加えた塗装である。ワンステップバスはこれに赤帯を加えた塗装を施していた。現在では、ワンステップバスリフト付きバスはすべて、熊本都市バスに譲渡されたため、この塗装の車両は消滅した。1993年、市電のレトロ町電車導入と、同時期にレトロ町バスを一台導入している。シャーシは、 この種のファンタスティックバスに多く使用されている日野の特装車シャーシ UCG3 クソで、車体は地元の泉車体製作所製。運賃表示器は交通電業車製、整理券発行機と運賃箱は小田原機器製、整理券発行機は 3V 型、運賃箱は RXSB 型が導入されている。 2008年4月1日現在の路線名に基づいて記す。ただし、系統番号は1996年以降は、熊本都市圏に乗り入れている他社と共通の漢字1文字と数字を組み合わせた番号を用いている。数字のみの番号は実質的には使われていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。